どうもこんばんは、しゅんです。今回もソウルハットステークで遊んでいきたいと思います。ですが最近ラグが本当にひどくてね、なかなかまともにゲームをプレイできない状況なんですが、今回はどうでしょうかね。で今回はですね、ものすごい人の少ない時間に来てプレイしております。そしたらどうなるのかなっていう感じなので、まあそうしたらどうなるかっていう感じのプレイをお届けできればなと思います。まあでも人が少ないのに198とか出てますよね。非常に重いですね。まあだからサーバーの問題ではないような気がしますね。これは200とか出てますもんね普通にスキルチェック失敗するしね。で、そうしてる間に味方が食らってますね。おっと、300突破。一体これは何なんだ。いやいや、スキルチェックがやばいですね。ガックガクですね。怖い。おお、加速して。いきなり減速しましたね。もう完全に読みでボタンを押していかなくてはいけませんね。恐ろしいゲームだ。また300いきましたね。で2人目が食らっていると。いやー、ものすごいラグいですね。まあこれは普通の時間じゃとてもじゃないけどできませんね。で食らってた味方が1人回復しましたね。いやいや、まっすぐ走れないんだけど。はい、お、気づいたね。ラグって押せないんだよ。スキルチェックくんなよ。危な。はい、承蒙相助。びっくりした。いきなり喋るからびっくりしたわ。あ、何？あ、またいるわ。私にスキルチェックをやらせるんじゃない。重い。重すぎる。うわ、もう半分読みで押してますね。怖すぎる。なんとかミスらないでよかったです。まっすぐ走れないんだけど。もう勘弁して。いやー、これはきついな。ここやりかけですね。でも向こうでダウンしています。そもそもキラー誰なんでしょうね。あったか。いやいや、避けるレベル、避けれるレベルじゃない。もう押してから3秒ぐらい経たないと回避が発動しないというね。追ってきてはいないのかな。で、2台目がつきましたね。いやー、こんなまっすぐ走るのもやっとな状況なのに救助なんていけるのか。3? あぶな、スキルチェックが怖すぎる。で、ここを終わらせれば残り2台か。
そもそもさっき味方を回復しようとしてカーソルが合わなかったんですよね。なんで救助は多分無理ですね。で、また300台になってますね。そもそもなんでアップデートごとに、ね、アップデートするごとに毎回重くなっていくんでしょうね。いやーガックガクだ。ここはどうでしょう。6かな。あ、飛んできましたね。あ、いってあの食らってから回避出ましたね。もうやだこれ。貴重な回復がなくなりましたね。射程圏内入ったら 100% 食らいますねこれは。さてどうしたものか。んで向こうで罠にかかってますね。でこうズンズンなってます。いやスキルチェックがさ加速したりさ減速すんのやめてよ。本当に無理だってこれ。で残り1台ですね。まあなんとか生き延びたい。1以外無理です。で向こうでダウンしてますね。いやいや押してんのになんで発動しないの。動かないんだけど。なんだこれ。やばいっすねこれ。で8。いやひどすぎますねこれは。で向こうで目玉のマークがついていると。なんとかバレる前に終わらせたいところですが、2人目がダウン。で4ですね。いやーきついな。とりあえず回復買っておきましょう。あと2往復です。バレなければいいんですが、この調子なら。あ、ちょうどカードが補充されたのでこれで終わりです。ふう、きつかった。リザルト画面で250出てますね。なんなんだこれ。いやー、アップデート入ってから普通のゲームプレイは無理ですねこれはね。いやーきつすぎますね。まあ、これは改善されるまではちょっとこのゲームプレイは不可能なんで、改善されるまでは他のゲームやってるしかないですね。まあ、できないもんは仕方ないですからね。ではそんな感じで終わりましょうか。
今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。